こだわりの豆乳を使用したドーナツやマフィン。鳥取県智頭町で明日オープンを迎えるのは、豆腐の形をイメージして作られたスイーツ店、粒としずく。昨日はメディア向けの内覧会が行われ、30種類のスイーツが並びました。智頭町で35年間豆腐作りを続けている楽水が、若い世代にも豆腐や豆乳の良さを知ってもらいたいと、今回初めて豆乳スイーツに挑戦しました。牛乳の代わりに使用されるのは発芽大豆から作られる豆乳。こだわりの大豆と合わせるのは智頭町の水で、この超軟水を使用することで豆乳の味わいがより柔らかくなるのだそうです。またこちらの杏仁豆腐は、サトウキビを原料とする粗糖などを加えて優しい甘みも持たせ、豆乳が苦手な人にも食べてもらえるよう工夫しているということです。豆腐だけでなしに、豆乳を使ったもっとこう違うジャンルの商品をですね、どんどんご提供させていただいて、その上でまあ社会貢献がしたいなと。やはりこう地元の皆さんにですね、喜んでいただける商品、ここから始めたいと思ってます。明日オープンを迎える粒としずく、これから季節に合わせた商品も増やしていきたいということです。